年日米合同訓練は頻繁に行われています。ついに、ステルス機だけでの合同訓練も始まりましたね。今回この、ステルス合同訓練の様子を詳しく見ていきます。あ、韓国にもありましたね。飛べない F-35A ステルス戦闘機が。でも、アメリカの監視が厳重すぎてスパイできないんだろうね。日本とアメリカ、パイロットの強化にもつながります。アメリカのインド太平洋軍のホームページ上に、同国空軍の KC-135 空中給油機を頂点として F-22 ラプター4機を右翼に、航空自衛隊の F-35 ライトニング 2A 型4機を左翼に従える V トキ飛行の写真が掲載された。これは、この2021年4月1日に、日本の周辺海域上で行われた日本とアメリカとの合同軍事演習の一コマであり、おおむね軍事的圧力を増加させている中国軍に向けたデモンストレーションだと見られている。参加した航空自衛隊の F-35 ライトニング 2A 型4機は、同機の飛行隊が日本で唯一実戦配備されている青森県の三沢航空基地所属の機体とされており、日米での第5世代戦闘機の共演となった。アメリカ空軍の F-22 ラプター戦闘機については、どこの部隊の所属かなどは明らかにされていないが、このところの在日米軍の基地には配備されていないため、国外からこのために飛来したのだろう。KC-135 空中給油機を随伴させての合同軍事演習という形から想像するに、現状レーダーでの捕捉が難しいと言われている F-22 ラプターや F-35 ライトニング2の作戦行動範囲の広さを誇示するものにも見える。先月の3月16日には、航空自衛隊の F-15J イーグル4機とアメリカ海兵隊所属の F-35 ライトニング 2B 型4機が、同様に KC-135 空中給油機を伴った。合同軍事演習を行ったことも報じられていた。こちらの合同軍事演習は、東シナ海の上空で敢行されており、より直接的に、中国軍の脅威に対して、尖閣諸島をはじめとする日本の防空能力をアピールする狙いがあったのではないかと、個人的には思える。こうした日本とアメリカとの合同軍事演習は、特に近年その実施回数が増加しているように感じられるが、直近の2019年度には合計で延べ1245日の日数に達しており、体感同様の傾向がうかがえる。近年の統計上で延べ、日数が1000日以上に到達したのは、2014年度以降であり、合計数では、同年が1265日、2015年度が1319日、2016年度が1124日、2017年度が1198日、2018年度が1247日のようだ。統計上、右肩上がりに増加しているとまでは言えないが、2014年度以降は、コンスタントに延べ、1000日を超える日数を記録しており、2013年度の915日から、桁が繰り上がった状況だと言える。こうした状況下で、直近の2019年度の延べ1245日の内訳としては、統合幕僚監部が92日、
7.3%、航空自衛隊が163日、13.1%、陸上自衛隊が395日、31.7%、海上自衛隊が595日、47.7% となっている。これらの内訳日数の比率も毎年若干のズレはあるものの、3自衛隊で比較すると少ない順から航空自衛隊、次に陸上自衛隊、最後が海上自衛隊であることに、おおむね変化はなく推移している状態にある。日本が世界でも有数の領海や排他的経済水域を抱える海洋国であり、かつ、このところ、中国の海洋進出、特に西太平洋方面への脅威の増加を考慮すれば、海上自衛隊が最多であることは必然かもしれない。ただ、今回の航空自衛隊については、同様に広い領空を防衛するとはいえ、3自衛隊の中では、決して合同軍事演習が多いとは言えず、陸上自衛隊や海上自衛隊ほどには、友軍と連携するケースは多くはないのだろう。以外にも、陸上自衛隊の合同軍事訓練が多いことが、感覚的には目につくのだが、2013年度までと比べると、日数的にも倍増している傾向にあり、当初防衛を考えた場合に重要視されているようにも思える。最も多い日数を占めている海上自衛隊では、合同軍事演習を実施する場所が南シナ海であるケースが増加しており、直接的に中国が実効支配を進める海域への牽制行動であると言えそうだ。アメリカが対中国包囲網の戦略として提唱しているアメリカ、日本、インド、オーストラリアの4カ国によるいわゆるクアッドでの合同軍事演習に割く日数も多く、こちらも一見順調には見える。インドが主催するマラバール合同軍事演習にはこれら4カ国が参加はしているものの、最終的にインド自身が、これにオーストラリアが常時参加とすることを認めておらず、招待参加に止まっている。これは2020年6月にインドと中国がヒマラヤ方面の国境係争地域における物理的な衝突で死者を出して以降も健在であり、インドが完全に中国を追い詰めることを良しとしていないことの表れだろう。同様に、中国の南シナ海への一方的な領有に対し、台湾、フィリピン、ベトナム、インドネシア、マレーシアなどの周辺国は危機感を強めてはいるが、一枚岩で対抗するするには至っていない。ここにも、各国の思惑が横たわっていることが明白であり、旗から見た場合ほどに反中国のコンセンサスが形成されていないことは、純然たる事実として横たわり続けている。